カルチャーファンタスト TV。 この舞台で決めれて本当良かったなと思いますし、はいはい、まあ、その試合前の日に僕、はい、犬が死んじゃって、ちょっと舞台決めたろうっていう気持ちで、そのベガっていう選手が持って上がる感じだったんで、はいはい、僕もその流れに前に上がろうかなっていう感じで、はいはいはい、そこから僕も前目に上がって、目があったんですよ、ここで。ベガ選手、はい、ベガ選手目があって、はい、パス来るやろうなって、ここもこの前見えてたんですよ、はい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 、でいつ来るかなっていうふうに準備してて、はい、僕のマークも多分見てなかったんで、ここボールしか見てなかったんで、はいはい、でボールが出てきて、出てきてこのワンタッチで、はい、あのカットイン、カットインして、はい、また下、また下狙って、はい、狙って、あ、なるほど、多分キーパーと見えてなかったと思うんですよ、ね、はい、中にトラップしてくると多分思ってなかったと思うんですよ、相手は。ああ、止めるとか、はい、止めて多分勝負くれやろなっていうふうに多分思ってたと思うんですよ、だから、はい、ワンタッチでかわして狙いました、はい、シュートのコース、まあ、はい、ニア、ファーより多分ニアの方が多分空いてたかなっていうふうにちょっと見えたんで、はい、まあ、狙い通りかなっていうふうに思います。っていうのは僕も昔からの僕の形ですかね、はい、犬の写真、あ、下入れてたんですか、はい、あ、カルチャーファンタスト TV。